数日間体動かしてないよーって方、筋トレ辛いけど痩せたいよーって方、そういった方におすすめな内容になっています。運動が苦手な人の多くは負荷がかかってしまうと体はストレスを感じてやはり続けにくいんですね。ですのでまずは体の筋肉を伸ばして筋肉へのストレスに対応できる体を作ってから筋トレメニューにステップアップすることをおすすめします。寝たまま体ひねるだけですので一緒にやってみましょう。足を組んだ状態で上げてる足の方に下半身をひねります。上半身は反対にひねってキープです。ずっとひねってキープです。まずは少しずつ胴体部分をひねっていきましょう。息止めないようにリラックスしてください。乗ってもね、いいですからね。はい、じゃあ反対も同じようにいきましょう。上げた方に倒して上半身は反対向き、踏んでる足でね、少し下に押さえるようなイメージでやるとしっかり伸びます。引っ張られるストレスに慣れてくると筋肉を使う縮めるストレスにも慣れてきますから、運動が苦手な人はねストレッチから入るのが一番です。後半少し筋肉使っていきますんで頑張りましょう。 OK です。今度は反対足にして膝を抱えましょう。お尻腰伸ばしていきましょう。もし痛いなと思ったら力をちょっと抜いてください。お尻が伸びてますか？反対も同じようにいきましょう。よっしゃ、毎日運動ができていればね、筋肉のストレスも慣れるんですけど、あんまりね運動習慣がない人はね、まずストレッチを行ってから筋トレがおすすめです。あー、伸びる。しっかりうつ伏せになりましょう。下半身をひねります。このままキープです。できれば顔は反対向いた方がいいです。足をこうくるまっていくイメージです。腕の位置をね少し上に上げて体ひねると胸の筋肉もストレッチ入ります。反対も同じようにいきましょう。足を遠くに持っていって伸びる。やっぱ腰回りがね硬くなると上半身も下半身も硬くなりますからね、まず胴体部分をしっかりね柔らかくしましょう。息が止まるぐらい伸びる。今度はね下に足を入れてこのままさらにひねります。上の足でね下の足を遠くに持っていく感じ、さっきよりもさらにねひねれますよね。息が止まるぐらい伸びる。たまにね戻して息吸ってくださいね。
鼻から息を吸いにくい。ふぅ。OK。ふぅ。はぁ、無理せずね、引っ張ってくださいね。足を下に引いて。OK。伸ばしていこう。一回リセットしましょう。このままで腰をゆらゆら振ってください。腰を振りながら足をね、交互にこう戻すようなイメージでお尻を振ります。で今度横向いてみましょう。膝90度、このまま手を開いてキープ。うわ伸びる。足はねできるだけ抱えて90度、手を遠くに伸ばすイメージで。反対も一緒です。横に行って足90度にしたら手を開いて、うわ腰回りが伸びる。このまま膝を90度にして横に倒しましょう。手でねしっかり踏ん張ってください。OK。 今度は足を少し伸ばして振りましょう。膝がねちゃんと伸びる人はしっかり伸ばしてみてください。曲がっちゃうよって人はこんな感じでいいじゃないですか。OK。 頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。